はい、どうもこんばんは。今日なんですけど、まあ、以前コメントで、まあ、紹介してほしいバンドをいただいたんで、また後ほど紹介していこうと思います。で、その前にこちらをご覧ください。エクスタシーレコード再始動応援プロジェクトってね、かっこいいこと書かれてるんですけど、まあ、今の、まあ、エクスタシーレコードの社長さんはお金がないんですよ。まあ、お金がないんですけど、約20年ぶりに、まあ、エクスタシーレコードを動かしたいと、まあ、復活させたいっていうね、熱い思いはあるんですよ。で、お金はないわけじゃないですか。どうしたと思いますか？まあ、ツイッターを通して、俺が弟だと、ヨシキの弟俺だよってね、名乗り出たんですよ。で、ツイッターね、やられてる方は分かると思うんですけど、エクスタシーレコードっていうね、こんなどうでもいいね、ダサいステッカーを配ったりしてるんですよね。そういう活動から始めて、ここに至るわけなんですよね。で、応援プロジェクト、新たな伝説の幕開けっていうことなんですけど、みんな金出せよって、エクスタシーレコード見たいだろって、俺復活させるから金出しなよって、そういう呼びかけなんですよね。で、今現在というか、これ目標額が3000万です。で、期限というか、これ締め切りが1月31日で、残りが36日ですね。ここ最近というか2、3日ねこれ出してるんですけど、動きはないですよね。これ 23% なんで690万しかなのか690万もなのかわかんないんですけど、今現在は動きはないです。で、次は、コメント紹介に移ろうと思うんですけど、こういうコメント大好きだわ。こちらです。人を褒めることってありますか？人の悪口ばかり言って楽しい。神様は見てますよってことなんですけど、もしかして神様や天国や地獄って信じるタイプ？俺信じないんだよね。で、今年もうすぐ終わるじゃん。で、来年になって初詣行くのね。俺毎年初詣行ってるんだけど、例えばおみくじを引いて大吉が出るとしよう。まあ大吉が出てもさ、今年一年いいことありそうだなみたいな、俺そんな浮かれたりしないタイプなのね。で、他の動画をご覧いただければわかると思うんだけど、目に見えないものは俺信じないんだよね。で、次、人の悪口ばっかり言って楽しいってことなんですけど、こちらですね。まあ動画で何度も紹介してるんですけど、このクソジジイのぼったくりのチケットの価格、皆さんどう思いますか？これぼったくりですよって僕は動画で言ってるんですよね。で、あなたは悪口って捉えてるんですけど、僕はあくまでバンド紹介です。で、昨日なんですけど、こういうコメントが届きました。ちょっと動画どれか出てこないんで、読みます。VIP 席で10万円ですか、来日する有名加害アーティストでも S 席2万円くらいだと思いますから、かなり強気ですね。レッドホットチリ、あ、レッチリですね。レッチリのプラチナ席でも5万円ですよ。日本の大物歌手のディナーショーでも高くて5万円くらいでしょうから、ぼったくりと思われても仕方ないですねっていうね、コメントが届いたんですよ。僕は別に仲間を集めたいとか、そういうんじゃないんですよね。自分がこの価格を見て、どう思うのお前。俺はね、これ見て思ったのは、金持ちと貧乏に分けられてますよね。10万払える人っていうのは、まあ、金あるか分かんないですよ。小金持ちかもしれないですけど、ある程度金があって余裕がある人。で、この S 席ですか ?1 万いくらしか払えないやつっていうのは、貧乏人の小じき。僕はそう思っております。だってそうじゃないですか。僕アーティストがいても、同じことを言いますよ。で、こうやって動画を上げ続けることによって、どこかの誰かには必ず届くんですよ。その誰かっていうのは、もしかするとメジャーなアーティスト、インディーズバンドかもしれない。必ず届いてるんですよね。まあコメントしづらい方がいらっしゃると思うんですけど、僕こうやって紹介するんで、ね、なんか抵抗ある方いらっしゃるかもしれないんですけど、で、今の世の中で、まあ SNS を何一つやってない人って少ないと思うんですよ。まあそれは90過ぎの死にそうなじじいはやってないと思うんですけど、まあそれ以外は、まあ保育園の子でもやってんじゃないですか。で、何を言いたいかと言いますと、まあ芸能人だろうがアーティストだろうが、まあ僕に対してもそうなんですけど、直接 DM を送ることってできるわけじゃないですか。僕に、まあ、底辺 YouTuber がさっさとやめればクソやろうが、みたいな。ね、いくらでも送ることできるんですよ。そんな世の中ですよ。で、この YouTube チャンネルも、僕の Twitter もインスタもなんですけど、僕のアカウントなんですよね。僕が YouTube チャンネルを、まあ、立ち上げてって、そんなかっこいいこと言わないですけど、まあ、作って、まあ、何を配信しようか自由なんですよ。で、前から同じこと言いますけど、好きな人だけ見ればいいんですよね。興味ない方は見なくていいんですって僕言ってるわけじゃないですか。まあ見てもいいですけど。で、あなたにお聞きしたいんですけど、このコメント以外に、あと3件か4件ぐらい書いてますよね。なんで書いてんすか？僕、悪口ばっかり言ってるわけじゃないですか。見たくないじゃないですか。聞きたくないわけじゃないですか。そんなあなたがなぜこのチャンネルを気に入ってくれたんですかね？僕に興味ありますか？はい、ということで、あと最後ね。人
人を褒めるってことはありますかってことなんですけど、プライベートこれのわけないでしょこれだったらさ、本当一人じゃねって僕は思うんですけど、まあそれはね、皆さんにどう映ってるかわかんないです。わかんないんで、あ、こいつね、こんな感じなんだみたいな、あ、こいつ褒めないやつなんだってね、そう思われてもいいです。ただ言いたいのは、あの、褒めるばかりは良くなくね。だって褒めるイコール甘やかすってことでしょ。だから今の世の中って、なんかちょっとしたことでさ、まあ SNS でよくあるじゃないですか。死にたいですみたいなね、そういうメンタル弱いクソ野郎が、ゴミ野郎が、あの、負け組が僕は増えてるんだと思います。僕はっきり言いますよ。あの、自殺するやつって、まあ、負けですよ。だってそうですよね。何か言われたり、知らないですよ。1000人だろうがね、1万人、何十万人か言われたところでさ、負けるってことは、まあ自分が逃げてるわけじゃないですか。自殺するっていうことは逃げてるんですよね。だから僕は、なんかね、心の傷がとかさ、あの、言葉の暴力がみたいな、いろんな意見あると思うんですけど、所詮あなたは死んだイコール負けだと僕は思います。はい、ということで、ね、どうもありがとうございますね、コメント。で、まだ言いたいのは、あなたは人を褒めたことありますか？褒めたことありますか？じゃあ、僕の好きなバンド、ちょっとご覧ください。こちらです。はい、ということなんですけど、まず言いたいのは、自分を褒めたいです。まあ、それなぜかと言いますと、よくここまで歌詞が出てきたなと。まあ、ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、まあ、バンド名も言いません。これ、Google さんで調べても歌詞出てこないんですよ。これ、デモテープの曲で、ファーストデモテープですよね。確かそうだったと思うんですけど、今デモテープ持ってないんですけど、聞いただけですよ。聞いただけでよくここまでね、まあ部分的には違うと思うんですけど、まあこんな感じだと思います。で、あなたに言いたいのは、まあ僕の好きなバンドなんで、コメントで褒めてくださいよではなく、あなたの感想をお願いします。あなたはまあ褒める人間だと思うんで、このバンドがダサい、音痴、なんだこれはみたいなね、そんなコメントは、書いてこないと、僕は思います。はい、ということで、ここからは、まあ、バンド紹介ですね。で、もう早く喋りたいんですけど、ヒデコスっていうことで、まあ、サムネこちらですね。まあ、これでご覧いただいて分かる通り、なんかヒデに似てるじゃないですか。まあ、ヒデって思った方もいらっしゃると思うんですけど、全く違います。で、写真なんですけど、こんな感じです。メンバー4人組で、これで分かります？僕、これでも分かんなかったんですよね。で、コメント欄で書いてあって調べて、って思ったんですよね。この写真を見ても、僕は80年代半ばとか、まあ、後半ぐらいのバンドなのかなと思ったところ、これ2000年以降のバンドなんですよね。で、これ VK じゃない、これパンクですよね。ハードコアパンクだと僕は思います。で、まだバンド名出さないんですけど、まあ、次で出るのかな、出るかもしれないです。バンド結成の経緯ですね、こちらです。ハードコア、パンク、バンドを得て、2006年に結成されたバンドです。で、80年代元祖、ビジュアル系を思わせる、ド派手は、ルックスとパフォーマンスで話題となり、デモテープ、これ読めないですね、なんとかファッカーですか？を3000本、トゥーザラストドロップオブマイブラッド、DVD を2000本、で、VHS、ビデオ1000本を、売ったではなくてね、これそれぞれ無料配布して超話題になったバンドです。バンド名わかります？バンド名ね、これ、次メンバー紹介で出るんですけど、こちらです。セックスバージンキラーっていうバンド名になります。で、YouTube に曲ありました。まあ、気になる方は、聞いてください。
あ、感想ですか？感想は良くはないです。良くはなかったです。で、活動期間2006年から2018年でいいんですかね。まあインディーズでこれもね、なんか微妙というか、あやふやでした。曖昧でした。で、僕は2006年から2018年にしました。で、4人組で、BG が、ボーカルギターです。で、ボーカル、ベース、ドラムの、4人組です。で、次は、脱退したメンバーですね、こちらです。8人いますね、ギター、ベース、ベース、ドラム。まあこれ、僕誰見てもわかんないんですよ。で、読み方わかんないやつとかもいます。まあこんな感じです。まあご存知の方いらっしゃると思うんで、次ですね。以上の、8名です。ドラムが3名の、これ SD はサポートドラムになります。で、もう最後なんですけど、セックスバージンキラーの、作品、こうなっております。シングルが1枚、ミニアルバムが、3枚ですか。で、フルアルバムが1枚ですね。で、一番下に、To the Last、ラストかロスト、ドロップマイなんか書いてあるじゃないですか。これが DVD になります。はい、以上です。ということで、どうなんでしょうかね。これ紹介してくださいっていうことは、このバンドを聴いてた方ですよね。まあ、悪いとは言わないんですけど、まあ、僕は好みではなかったです。ただ、まあ、2000年以降の、まあ、ここ最近、まあ、紹介してるバンドよりは、まあ、良かったというか、まあ、僕こういうビジュアルも好きなんで、っていう話です。まあ、聞くかって言われたらね、僕は聞かないんですけど、まあ、気になる方は、これ YouTube チャンネルも登録者数が、なんか200人か300人ぐらいで、公式で、あったと思います。あと Twitter も、なんかメンバーがやってたんで、まあ、気になる方は、覗いてあげてください。はい、ということで、今日は、セックスバージンキラーっていうバンドを、紹介してみました。もう何かありましたら、まあ、コメント欄で、教えてください。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。